はい、竹内です。こんにちは、こんばんは。ということで、アメリカジョッキークラブカップですね。当日、クッション値別の買い目プラス泣きの買い目と書いてありますが、クッション値が高い方の予想はいらないよねというところで。で、まあ、この1月のね、中山競馬場クッション値高くて、土曜日もね、10.7 のすごい高い数値だったんですけども、明日雨予報ですし、午前中にね、相当量の雨量が予測されているのを目にしました。雪はね、降らないと思うんですけどね、なんか雪、大雪で開催ができないんじゃないかとかっていうツイートも見たんですけど、僕が見る天気予報では雪にはなってないんですけどね。で、7時ぐらいから雨が強まりそうな予報になってるんですよね。ピークが。7時、9時とか。なので、そのクッション値測定時点で、そこまで下がってないけど、測定後に結構降るよね、みたいな、そんな状況になる可能性もあるじゃないですか。なので今回ね、当日の朝のクッション値がどんな数値でも、まあ、実質かなり低いよねっていうところで一つの予想に固定したいと思います。はい。意外とね、降る時間とか雨量がずれてね、もう6時、7時ぐらいまでは小雨ぐらいで、うん、で、朝のクッション値発表 9.6 ぐらいだけど、その測定時間ぐらいから大雨になったとかだったら話変わってきますからね。で、本命ですね、チャックネイト。はい。まあ、掲示板外したこともない馬ですし、やや重で札幌3着、東京で1着もあります。馬場渋ってもね、特に問題ない馬ですし、乗り役がね、固定されない馬なんですけど、まあ、誰が騎乗しても好走してますし、結局ね、4勝中3勝は天乗りの騎乗の時なので、はい。キング騎手のね、天乗りということになるわけなんですけど、まあ、僕的にはそんなに、不安はないかなという、まあ、誰が乗ってもみんなそれなりに、平均以上っていうかね、標準以上に、お上手に乗ってるからこういう結果になってると思いますからね。まあ、いろんなジョッキーがね、みんなうまく乗れてるってことは、それだけ乗りやすいんじゃないかなっていうふうに想像できるわけなんですが、で、中山の芝の2200メートル。まあ、相性が良い調教内容になってるんですよね、今回ね。特にウッドのタイムが5波の 66.5 秒に関して、もうちょっと早ければね、もう6の数字が5だったりすれば、まあ、コース特注調教に該当してたんで、まあ、ギリギリね、該当しなかったけど、めちゃくちゃ相性が良いタイムを出してきていると。まあ、これ詳しい定義は対策動画の方に掲載してますので、そちらご覧いただきたいんですが、で、堀厩舎としてもね、高成績の調教パターンに今回なってますし、で、前走よりもね、レース前の土日は、反路が早いので、まあ、かなり前走で重傷勝ちでの目星もつけて、今回でも何とかしようっていう、結果を残すことを狙いすましたような調教だなと思いました。で、これ追い切り判定動画で使った画面ですけどね、全部20、項目すべて20丸なので、減点項目はなかったということですね。で、もう、なんでしょう。これまで掲示板外したことがない馬がですね、減点項目がないので、まあ、素直に買おうかなという判断にしました。ボッケリーに対抗したいんですけど、まあ、8歳なんですけどね、7歳最後の2000がね、もう連続2着で締めました。まあ、本当にね、すごい馬だなと思いますね。ずっといい競馬してますからね、基本的には。うん。で、この2000の2着もタイム差なしですからね。まあ、ほんとすごいなと。劣れる気配ないなっていうところですね。で、まあ、どんな状況でも、まあ、どんな調教でも構想する超万能なね、ボッケリーニなんですが、シブトババに関しても得意で、やや重から不良をね、過去6戦して1勝2着4回、4着1回っていう、まあ、素晴らしい結果残していると。うん。で、割とね、シブトババ得意なのは、まあ、今回多いですけど、まあその中でもこの馬の成績は目立ちますよね。で、まあ、もう一個はちょっとね、これはもしかしたらと思って書くんですけど、まあ競馬と調教と厩舎みたいな部分の知識が明るい人からすると、イケイ厩舎でウッドイキリって不安だよね、大丈夫かと不安になる人もいるかと思うんですけど、ボッケリーに関してはね、ウッドでもずっと構想してきてるので、その点は問題ないと思います。ただ、追い切り判定動画ではね、当然、厩舎と調教のところ、罰つけましたっていうのは、もう、イケイ厩舎は、なんでしょう、反路でね、狙い目がいっぱいある厩舎ですし、成績が良いので、で、ウッドイキリの時なんて、もう年間通してめちゃくちゃ回収悪いので、基本的には買わない。方向がいいと思いますけど、結局、まあ、ボッケリーニもそうですしね、シルバーソニックとかソウルラッシュとか、まあ、いろんな馬いますけど、それでも走っている馬が何頭かいるから、一応回収2、30% はあるんだよねっていう結果なんですよね。うん、なんで前例として走ってる馬は買っていいと思いますし、初は買っていいと思うんですけど、走らなかった馬はもうね、買わなくていいと思いますね。で、3番手、空手。まあこれも8歳馬になりましたけどね、まあ休み明けでね、どんな調教で来るかななんて楽しみしてたんですが、辻の厩舎の構想の基本である、反路の加速ラップ、さらに構想がより増える単走でのね、仕上げというところで、まあすごくいいなと。で、まあ空手も実績のある馬なんですが、まあこちらはちょっとピーク過ぎているような印象もあります。ありますけど、残りのキャリアのね、
8歳ですから残りのキャリアの時間考えると休み明けから厩舎の構想調教パターンで出てくるっていう点はね、これは評価材料として多少下駄履かしてもいいと思います。で、空手過去8勝中の4勝がやや重以上ですね。やや重で2勝、不良で2勝ということで、勝った時は全て上がり1位なんですけど、まあ、明日の雨がねどれほど降るか何時に降るのかでね、クッション値の数値変わりますけど、一応ね空手3勝前にクッション値 6.2 っていうね、もうめっちゃくちゃ低い新潟大商店勝ってるんですよね。そこは評価したいなとも思ってます。はい、結構降る予報ですからね、予報のままならね。で、まあ、空手に関してはですね、クッション値発表後、JRA がクッション値発表した2020年9月以降にですね、クッション値6台の重賞を勝利している馬っていうのは、まあ、ないんですけど、他に。現時点で空手しかいないんですよ。はい、実は空手だけが持っているそんな記録があるんで、で、明日大雨だったらちょっとやっぱ面白いかなと。で、馬と調教、厩舎と調教の部分ですね、そこはすごく良かったんですよ。加点評価だったんです。なんですけど、中山の芝の2200メートル、珍しくですね、立東半路組の加速ラップの成績が良くないっていう、まあなかなか珍しいコースなんですよね。もちろん構想してる馬はいますけどね、いますけど、めちゃくちゃ成績がいいとか極端に減速より良いっていうことになってない珍しいコースなので、その部分だけ減点入ってますけど、はい、その他2つの項目に関してはもう加点となっております。で、アメリカジョッキークラブカップ11ベッドですね。これまでやってた、昨年までやってた11ベッドプラス6点の17ベッドと名前を変更していますが、はい、それで買う馬ですね。チャックネイト、ボッケリーニ、空手で控えに3ストックトンという形にしました。はい、11ベッドプラス6点のね、買い目はこちらになっております。はい、こんな感じになるんですけど、まあ別に面白くはないですね。人気どころですし、あんまり、なんでしょう、別に明日のレースが楽しみだなっていうほどのことではないですよね。上位人気割れてますけど、人気割れてて、別に買い、なんでしょうね、配当が上がってるわけでもないですからね。手広く行きたくなるけど、手広く行けば行くほども当たった時にがみりそうなレースだし、絞ったら絞ったで当てるの難しそうだなっていう感じもしますけどね。まあ何にしても朝の天気ですよね。どの程度まで降っちゃうかっていうところもありますし、まあ一応雪なんてね、話もなんかね、さっき言いましたけど言ってる人もいますので、まあどうなるかわからないので、あんまり本腰入れてやるレースじゃねえなとは思ってます。なので泣きの買い目のコーナーはね、今回なしです。はい。そんなね、点数足すようなレースじゃないと思うんですよね、これ以上ね。もう雨わかんないし、どんだけ降るか。もう全然こっから手広く買っていいんだったら、どんどん手広くなっちゃうので。で、手広くなって人気薄が入ったところで、そんなに配当も上がんねえんだろうなっていうような構図ですから、オッズのね。なんで別にそんなに、泣きの買い目を足してまで買いたいと思うことは、どうすかね。どうですかね。マイネルウィルトスとか買いたかったですけど、まあ2番人気ですからね、今。ラーグルフも買いたいけど、7番人気だけど 10.1 倍なんで、やっぱ点数足すのは無理だなという感じですね。はい。で、今週ね、対策動画で言ってましたけど、確か言ったと思うんですけど、モリアーナさんね、ずーっと両馬場で走ってないんですけど、またですよね。もうこれでほぼ確で6連続両馬場なし。雨女もいいとこですよね、マジで。昨年のクイーンカップ、ニュージーランドトロフィー、NHK マイル、シロンステークス、秋華賞、全部やや重。なので、約1年ですね。約1年で6回走って全部やや重っていうところになってきてますからね。ちょっとこのレースの次にね、モリアーナさんがどこに出てくるのか、その時の天気はっていうのも気になっちゃいますね。はい、そんな感じでお届けいたしました。ぜひね、チャンネル登録なんかしていただけたら嬉しいです。競馬文著者の竹内がお届けしている竹つべというチャンネルになってございます。はい、一本前は東海ステークスの方の予想もアップしているんですが、今週ってなんか面白い動画あげましたかね、対策動画以外で。今週はサボってんのかな？でも割と今年入ってからいろんな動画アップしてますし、昨年の12月もね、馬券ネタ強化月間みたいな感じですごくいっぱい、馬券に使えるネタの動画アップしておりますので、まあ僕としてはそのやっぱ重賞の話とかはしないと誰も見てくんないのでアップしていますけど、その合間合間でするね、調教の話とか、クッション値の話とか、馬券法の話とかね、そういうところがうちのチャンネルのメインの部分だと思ってます。はい。
なのでぜひね、こう予想動画とかだけじゃなくて、予想するための動画も見ていただけたら嬉しいな、なんて思っております。ということで最後までご視聴ありがとうございました。竹内でした。バイバイ。